はい、それでは踊り子さん最後ですのでよろしくお願い申し上げます。最後皆様ちょい飛んでました。私は松原浩二にと申しますよ。とてもうまくは読めないが、700年の昔から歌い続けた仏供養の盆踊り。あなたが腕に追いかけて一生懸命歌いましょう。幼い頃から河内温度が大好きで、明けて進んでただ一筋に振り切れないこと縛り泣いて過ごした。手足をすり合わせ雪降る夜に丘まで泣いて歌った一節を元にあの日の懐かしさが田舎育ちの野望がいつか おけけをふきくず泣けるの皆様方のおひいだってこんなよろしきご機嫌を重ねてお願い申し上げ、私は幕もきっちり一切誠に見事にやれないけれど、八千夜声の音とに隙を吐くまでの血を吐くまでの鳥姿にさんとまたきれおのあらぎのまさきもよんぼおい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 あのさあの骨もよんぼおい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 
あだ名の先に尻尾折りとくれて明かしたその世の並木木れ越しの辻止め雨をしのいでいたよなやあくだとせいが身にしめる空よりどこさそのややさそこほが恋しさばんばんはとまぶたの母を夢に見て尋ね探した江戸の空に会いたいよ会いたいよ会いたいよ
先生園内のこのことを知っていながら知りながら声を限りに呼びつけ光の姿小さくなってやがて見えなくなるまでもう一人涙で泣いて泣いた子遠いあの日が恨めし金が欲しいのかい？おかみさん、銭金欲しさに会いに来たんじゃござんせんね。ただ一人、千太郎とは呼んでもらえませんか？あら、それならどうして語ってこないんだい？おかみさん、親にはぐれた子孫をぐれたを叱るは無理な話を愚痴じゃねえ未練じゃねえおかみさんそのご意見は言わねえでよこんなせい親にはぐれた単位になったとて喜ぶ人があるじゃなしママよこの身はただ一人よしを飛び歩く元のカラスに泣く戻る親子のせいどこ行きまたたびわらじを吐くまでをごめんなさっておかみにさん見事再び千代太郎は舞い上がしませんこれできり空よいとこさ空よいやそさあんつみやかかねして表に出たらあどしたい海のあんまいよこじゅうへ行くのごめん姿が見えなくなったと初めて親しんじとの子より迷う親心愛の絆の尊さを愛は血を呼ぶ血が肉を感じ許しておくれちゅうだろう時々十日の腹痛み産んで落とした子がなんで肉かのやかも私のまあんまあ一目散に
ありがとうございました。